消しゴムダンサーセブン。こんにちは、消しゴムダンサーセブンです。今日はちょっとレビューをしてみたいと思います。ですね、するのはこちら。はい。ちょっとケースに入ってますが、iPod Touch ですね。iPod Touch の4世代。ちょっとケースから出してみようと思います。ドゥドゥン。だいぶ傷ついてますね。最初に買ってもらったのが、中1の、いつだったかな、クリスマスの時に、クリスマスプレゼントで買ってもらいました。最初シリコンケースをつけてたんですが、見てください。こんなに傷ついちゃってます。あのですね、僕全然ここ最初触ったことなかったんですよ。で、シリコンケースに入れてて、それだけで毎日使ってたりしたら、もうこんなに傷ついちゃって、多分、その時よりちょっと傷ついてるけど、今の方。その後はずっとこれ、ちょっと学校の先輩にもらったんですけど、このケースに、革のね、ケースに入れております。まずはね、このカメラ。はい。4世代はですね、古くてですね、まだこれなんですよ。下、この、これが。その iOS?7 のあのアップデートできなくて、まだこの旧型のやつで、ちょっとね、こういう感じになってますね。今全部画面ごとズンって動く感じなんですけど。で、ちょっとカメラ。はい。まあカメラ普通のこんな感じなんですけど、はい。こうですね。はい。で、撮るとき、いきますよ。普通のやつだったら、カシャって押したらもうカシャってなるんですけど、3年間使ったやつは。はい。聞こえました今。カシャの音がちょっと遅いんですよ。それと遅い時は、押しても、ずっと黒いのがグッてなったままで画面が動かなくて、写真撮れなかったりします。はい。今結構うまくいきました。まあ、それはもう、時によってなんですけど、そう。こう、3年丸々使ってたらもう、こんな風になりますね。はい、では中身。まあ、この、普通な感じですね。こうなってますね。はい。それで今度言いたいのが、これですね。ダブルクリックして。はい。今皆さんは多分もう画面が何枚かヒュッヒュッっていう風に出てくると思うんですけど、まだ4世代では今でもこれですね。下。はい。こんな感じになってるんですよ、まだ。で、これはね、全部消した方がいいらしいから、まあ、はい、こうやって、一個ずつ消していきますけど。はい、次はね、ちょっとネット見ていこうかな。Yahoo ありますけど、Yahoo 開きます。はい。はい。今ちゃんと、こう、アンテナ、ちょっと今2つしか出てないんですけど、遅いんすよ。出てくるのが。ほら。わかりますか?まだ今、ロード中ですね。はい、今できた。それで、何か調べます。じゃあ、何調べようか。サンタさん。はい。じゃあ、サンタさん。あ、ちょっと見えないかな。調べます。はい。押しても、見てくださいよ。ロード。はい、やっとできた。遅いんですよ。ちょっとね、ネット環境も良くても、ロード自体が遅くなる。それがちょっとこれ残念な動画ですよね。どんどん使ってたらどんどん遅くなっていくんですよ。はい、じゃあ次は、アップストア行ってみましょうか。アップストア。よいしょ。今押しました。見てください、この遅さ。はい、やっとちょっとね、出てきましたね。で、アップデートのところで。はい、今、やっとアップデートありませんっていう風にできました。でですね。トップチャートのところを押してみましょう。はい、今押しました。そう。遅いんです。はい。やっと出ましたね、今、ほら。はい。そう、こんな風にね。アップストアとかも遅くなるんです。もちろん iTunes も遅いんですね。
ロード系が全部、この古い iPad Touch 4では、4世代では遅くなってしまう。ずっと使ってた。まあ、寿命というもんなんですかね。はい。というわけで、iPad Touch 4、4世代。他の LINE とかの電話ではあんまり支障ありません。ただ、ネットで何々を検索するときの検索速度が遅い。しかも最初の時よりもっと遅くなっているっていうのが嫌なとこですね。まあさすがに今4世代買う人はあんまりおられないと思うんですけど、一応、丸々3年 iPad Touch 4世代使ったらどうなるのかというもののレビューをしてみました。消しゴムダンサー7でした。ありがとうございました。